うちのゴーヤちゃん、この寒さになってようやく花が咲きそうです。これはオス株かなメス株かな、ちょっとわかんないんですが、何をこの寒さになってようやくやる気を出したんでしょうか。ゴーヤちゃん、他にも花が咲きそうな株がいくつかあるので、もしかするとこの寒い最近になってようやくゴーヤが取れるかもしれないですね。まあとりあえず楽しみです。つうかマジで寒いですね最近。カルディで買ってきたコーヒー豆ブラックハロウィンブレンド、実はまだ開けてなかったんですよ。でこのコーヒー豆がですね、深入りになっていてホットコーヒーが合うんじゃないかと思っていて、で今日気温が低いんでこれ開けてホットコーヒー入れてみます。見るからに深入りっていう色してますね。あーこれはもう香りも濃厚です。引いたらさらに濃厚な香りが漂ってきました。これは楽しみですね。ヤマゼンの EGL-C1280、 このポットすごい気に入ってるんですけど、1点ちょっとなってのが、ここの蓋が大変硬くて開けづらいんですよね。さあそろそろいいかな。それではいただきます。カルディのブラックハロウィンブレンド、わすごい濃厚。久々にこのコクのあるコーヒーをいただきました。すげえ美味しいです。こちらインスタ360 1R ライカ1インチ版です。現行の RS じゃなくて R です。これが専用のブラケット、1インチモジュールをつけてると着脱が大変面倒です。レンズカバーが大きすぎてブラケットの可動部分と干渉しちゃうんですよね。着脱するときはブラケットのロックを外して開いて本体を挿入してレンズカバーを外してブラケットを閉じてロックをしてレンズカバーをつけるという流れ。こういう仕組みのブラケット基本的にめんどくさいんですよね。レンズカバーを外してレンズむき出しにしちゃうってのは慎重になっちゃうし、なのでつけっぱなしにしたいんですが、バッテリーが切れて交換するときはブラケットから出さなきゃならない。まあとにかく面倒だし、レンズカバーを外さなきゃってところがめっちゃ怖いです。実際屋外でブラケットから出すときレンズカバー落としちゃったこともあります。テーブルの上だったから大したことなかったんですが、下手したらレンズカバーに傷をつけていたところでした。この R の次世代機っていうか現行の RS には新しい形のブラケットが付属されるようになりました。インスタ360のブログによると、新しいブラケットはクイックリリース機構、放熱設計、防風マイクカバーといったあたりが進化ポイントだそうです。クイックリリースと防風カバーが気になったので買ってしまいました。これです。このブラケット RS 専用っぽいのですが、もしかすると使い方によって R でもいけるんじゃないかってことで買いました。箱の裏を見ると R のバッテリーベースでは使えず RS のバッテリーベースであれば使えるとのこと。なので RS 用のバッテリーベースも買っちゃいました。このバッテリーは R でも使えます。動作検証済み。しかも容量が少し大きくなったので撮影時間も伸びます。ただ少し大きくなったので古いブラケットには取り付けられません。というか RS 用のバッテリーベースのサイズに合わせて新しいブラケットがデザインされたので R のバッテリーベースでは取り付けられないということなんですね。まあ脳掛けはこれくらいにして、早速 R に RS 用のバッテリーベースをつけて RS 用の新しいブラケットに装着してみましょう。こんな感じですね。まずこのシールを剥がせばいいの？シールを剥がして、表と裏に赤いボタンがあって、これ両方押さないと開かないパターンですね。ここを押して開いてスライドさせて入れるっていう仕組みですね。それではまず
バッテリーベースを RS 用のバッテリーベースに取り替えます。で、とりあえずレンズカバーもつけちゃいましょうか。そして RS 用のブラケットを開いて、で本体を挿入、うわ調子よく入っていきます。これバッチリじゃないでしょうかね。で蓋を閉じる。 OK、 入りました。 RS 用の新しいブラケットでも R が入りましたね。ただし RS 用のバッテリーベースをつけないと入らない。防風マイクカバーなんですが、インスタ360 1R のマイク2箇所あるんですが、電源ボタンと録画ボタンの間にここ、あとは、SD カードと USB-C のコネクターの蓋の下にここ、合計2箇所あって、こっちはむき出しのままなんですけども、電源ボタンと録画ボタンの真ん中にあるマイクはですね、分かりにくいかもしれないな。どう見ればわかるかな。ここに、ここにちょっと薄いスポンジが貼られていますね。これで風防って言い張ってるのかな。微妙だな、これは。まあないよりはマシっていう程度だとは思うんですけど、今度ちょっと風の強いところに行って、どれくらい風切り音が切れるのか試してみます。とりあえず新しい RS 用のブラケット、バッテリーベースを RS 用に取り替えると R でも使えましたよっていうことでした。ヨハンさんからいただいた王妃雷神の錦白中風、こんな感じで水苔使って発根管理やってます。で、今日キミマロさんの動画見たら、キミマロさんもこういう風に水苔でアガベの発根管理やってほぼほぼ 100% 成功してるそうなんで、これも期待できますね。楽しみです。で、あと笹の雪、こんな感じで鉢に植え替えておきました。それともう一つもちゃんと育ってくれるといいですね。ついでにこれセンナメリディオナリス、まだ明るい時間なので葉が開いてますが、夜になると閉じるんで、もう一度夜に撮影してみて閉じているかどうか確かめてみます。今午後7時を過ぎたあたり、センナメリディオナリスの休眠運動、ちょっと葉が閉じかけてますね。もう少ししたら完全に閉じるかも。午後10時半を過ぎて葉がほとんど閉じてますね。特にてっぺんなんて完全に閉じきってますね。センナメリディオナリスの休眠運動でした。これでまた明日の朝になったら開くんですよね。ということで今日の Vlog はこの辺で終了です。今日も Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかをいただけるとありがたいです。ではでは。で、あんま許しちゃうと起きちゃうかもしれないですね。